東北芸術工科大学はこちらをご覧ください。ここでは企画構想学科について紹介されています。急速に変化する世の中でことをデザインする企画力を育む企画構想学科、学びのポイントは徹底した実践的授業です。東北の食べ物に様々なアイデアをプラスして新商品を開発したり、地域活性化や企業の課題解決のために学生が主体となってイベントを企画・運営、これが授業なんです。また多様な媒体を通じて学生視点での広告や PR 活動も行うなど、実践レベルで産学連携プロジェクトを進めているとてもユニークな学科です。これらの取り組みを可能にしているのが、他学科や地域と連携できる環境です。芸術大学の中にあることで他学科のスペシャリストと連携が取りやすく、また地方にあるからこそ企画の力を必要とする企業とも連携しやすく、学生もどんどん活躍できるという特徴があります。卒業生がフォーブスジャパン誌が選ぶ世界を変える30歳未満30人の日本人に選出されたり、大学生も社会人対象のコンペなどで次々と賞を獲得したりするなど、徹底した実践的な学びが社会でも評価されているんですよ。